険は危険だ、危険なんだ。全面投影面積がどうのこうの言ってたの、俺はこの耳で聞いた。またおのが。あいつらはロボットをフィクションとして楽しめない人間だ。アニメ制作を依頼したのは文化祭で注目されて新型ロボ開発の資金を集めるためだぞ。つっても、しかしどうだ、ロボが戦車に負けるようなアニメを作りかねない奴らだ。巨大ロボットは虚構だからこそ素晴らしいのにだ。見ろ、映像剣をコントロール下に置くシナリオだ。こんなものいつの間に。我々は今一度考えねばならない。映像剣ごときに分からぬロボット愛を、自分たちの優れた愛、思想。このままでは我々にとって耐え難いアニメ、つまりこんにちは、こんにちは。音なし、声大きいから。いや、おの、おの、お前さっきロボは虚構だからこそいいって言ってた。映像剣です。そんな非現実的なロボを描かれる前に我々は映像剣に対し優位に立たねばならない。あ、いや、我々はクライアントに信頼されてないようですね。お許しください。罪深いな。時代が時代なら死刑ですね。この立派な資料は今後も有効に活用させてもらいます。金森氏は人と話すのがうまいな。これは会話じゃないよ。